そんな作曲家でいらっしゃいます。今も神戸にお住まいです。だから震災をご存知なわけですね。それで今から5年前ですね、ちょうど震災10年の区切りというんで、 So many heads, so many wits というどういう意味ですかと聞きましたら、まあ、10人十色という意味なんですとおっしゃってます。これはもちろん震災を経験されたということで作曲された一曲なんですね。でまずグローバルさんにその一曲を演奏させていただいて、その後また司会者が登場するんですが、ここではスクリーンが降りております。辛い方があるかもしれませんが、画面もご覧になりながらお聞きになってください。それではグローバルジャズオーケストラ、指揮が増田咲子さんで So many heads, so many wits。